はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、この数値がね、上がって、実は先生から、看護婦さんからね、怒られてるのは実は血圧なんですよ。僕の動画を見てくれてる人らはですね、血圧にも関心がおありだと思いますので、そして初めて見る、ね、見ていただける方も、ぜひ関心をね、持っていただきたいです。今僕の平均的な血圧は上が150、下が100です。怒られてます。入院しているときはですね、上が120、下が80ぐらいでして、怒られてることはありませんでしたね。入院と退院とでの生活において変わったことといえば、やっぱ食事ですよね。あと、そりゃそうでしょう。病院食と家庭料理での栄養管理は比べれないでしょう。ね、と言ってしまえれば言い訳になりますし、ご飯を作ってくれてる奥さんのせいにしてるようにも聞こえるので、僕はさらなる原因を追求しました。その原因はね、3つありましたよ。まず1つ目はですね、食事量。やはり食事の量でしたね。以前の動画でもね、病院の先生に食べ過ぎ、野菜も食べなさいとね、言われているので、単純に食べ過ぎずに野菜も食べればいいんでしょうね。そうは言っても、野菜も食べてるんですけどね。2つ目、運動不足による消費と摂取のアンバランス。はい、これね、運動はしてません。すぐ疲れます。野球の素振りをね、本気ですれば、4回で全身の筋肉がパンパンに張ります。そして3つ目、免疫抑制剤ですね。僕が飲んでる免疫抑制剤を調べたらですね、副作用で高血圧を書いてました。以上3つです。高血圧になる原因、要因はですね、皆さんのヤホーで調べてくださいね。それか病院で先生や看護師さんらに聞いてくれたら詳しく教えてくれます。その時にね、血圧を測られてですよ、もしあなたが高血圧気味ならば、ネチネチと嫌味を言われるように叱られることでしょう。それぐらいね、血圧は大事なことなんでしょうね。という感じでね、今回は血圧で怒られた話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。